よし、やるか。ドレスローザの国民たち、および客人たち。鳥かごはゆっくりと収縮を続け、中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばして、この戦いにケリをつけるぞ。ねえ、王宮に向かおうよ。お父様もそこに向かってる気がするよ。石像め、いまいましい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。まだまだ、その程度の敵は任せてくんだ。その前例でそれを兵先輩をお助けするべ。よし、俺たちはこのまままっすぐだ。ロフィーの元へは行かせぬよ。くそ、じゃあこれを止めねえと王宮へはいけねえぞ。俺が相手だ。そちらの野郎、そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。本体は必ずこの中にいるはずだ。奴の攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。で奴の体勢を崩す。出
して俺がゲームを終わらせてやるよ。ラジオナイフ。ドフィーに盾つく者はいるさ。決して負けやしない。レッドホーユーホーユッレッドバズーカ
捨ててくれる。
私たちの船長に命を懸ける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。ルフィ、俺はあの糸を止めに行く。時間を稼げるかもしれねえ。ハッピー！あの大きな人形！頭割り人形だ。どんなにもなれず、ファミリーまでもおもちゃにしたのか。様子が変だ。
バラに切り裂いてやるぞ、イコローディ。ミンゴのいる王宮、この戦場にきっとお父様も来てる。誰か来たな。お前か。殺しで。
でこわ俺がこの手で殺してやるよ。レッドホーク、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 レッドホーク。くそー、ハッユーホーク。切るところだった。あの糸を止めればいいんだろう。待ってろルフィ、お前に危害を加える者は俺が倒す。レッドホー、任せていいか。もちろんだ。
勝機はねえか。じゃあ行くぞ。俺のバリアは絶対に切れねえ。だからな。マイリア賞、位置が出るか間違ってるか。よりによって海軍大将がそんな考えとは、バレたらただじゃ済まないんじゃないか。位置が出るか罰が出るか、あっしはこの首一つかける覚悟でさ。バカな人たちってな、ほっとけねえもんですね。
までぶっ飛ばせ。できるわけねえ。友達だ。本体はどこだ。これで終わりだ。オーバーヒート。狙え。あれ、あいつを助けたいがそれを操るやつドフラミンゴを叩け。すがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。何の冗談だよ。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなったか。お前の全力に俺も応えよう。もう二度とあんな思いはしたくないからな。殴るカルバリー。このゴムのリングコングか。
よく使いこなしているようだが、あと何秒持つんだ。ダブルカルバリン。悪魔の実の能力にはまだ惑星という上のステージがあるんだ。能力はまれに覚醒し、己以外にも影響を与え始める。うわ、化け物が糸になった。パラミシアじゃねえみたいだ。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはド・フラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ってない。頂上戦争の後、エースの訃報を見て
全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。いやっ！